ビデオの映像ですか。今日はワンナイカーとかみたいな。なんか行け。ポテちゃん325ポイント。どんどん行け。ラッキーから。こんなバカいねえから。スーコさん10ポイント。別ノートで配信したいんで、この枠とりあえず5分やりきって、で、この枠が終わった時にレッツノートに切り替えます。ちょっと配信用のレッツノートに切り替えます。違うんだよ、お前は。人間の靴。気がついてるような、こういうブロンで。よく嫌じゃねえね。こんな部屋でよく嫌じゃねえね。こんな部屋見ててやるわ、これで。この髪の毛見てください。偉いもんですよ。これで。出したで片付けないでしよ。持ってくりゃ。だから布団もつけねえんだ、こんなバカガキが。そやろう。ああ、ああ、ああ。だって俺の声はいつもからさまになるね、本当に。バカタレが。こんなものはいねえ方がいいよ、あんた。こんな子供は。ここまで来るじゃねえ、私。一緒に暮らしたくないよ。出てってくれよ、早くも。一人立ちしてくれよ、もういいから。本当に。いつまでも生きてられちゃ困るよ、俺も。こんなバカガキに。人の金で取り上がってよ、クソったらが。私、お前に残したね、出たやつもないから、全部使っちゃうから。そうだよ、私は使うよ、これからあれだから。グラス頼むから、1万600円の。自分の金のために使うよ。こんなクズに残してやる必要はねえよね、こんなクソっぺみたいな。こんなクズに残してんだら、ドブ打っちゃった方がいいやんさ。こんなよとやろう。楽弁してやがってよ。親苦しめて。ここまでクズはいないよ、あんた。この中に。こんな足でおめえ、あれだべ、脱いだ靴下向こうに持ってくだけだって容易じゃねえのによ。丈夫な足持ってやがって、毎日風呂行くに、靴下脱いだも持ってやねえ。クソやるか行くかい、この野郎。バカ野郎。靴下だってちゃんとこう持ってくりゃよ、むちゃくちゃに仕上がってよ。誰が入ってないそりゃ。どんどんいなくなれっつんだよ、おめえみたいなクズは。こんなクズいねえだよ、ほんと。どこまでクズかと思って感謝するよ、ほんとに。こんなことで働くの尺なんで。働かねえで笑いに生きるんか。こじきなんだよ、俺じゃ。こじきじゃねえか、お前は。よとやろうが。お前待ってるで。なんでここに持ってくんの？なんで洗濯機も入れないの、これ。封筒から出しゃ封筒入れられねえし。黒酢の目は飲んだでよ。箱入れられねえしよ。なんでもきちんとすんだよ。出したもんはもったい戻して。部屋が散らかってしょうがなかんべ。こんなぬいぐるみべ、バカみてえにてめえの頭と同じだべ。ぬいぐるみこんだけ集めて。おめえの頭はな、幼稚だからこのぐらいの頭しかねえんだよ、こんなぬいぐるみで集めて、このクソ野郎が。なんでですれば、昨日友達が来たけどな、あんたのな、自動車の中に。あ、金のマンボウ、徳村でございます。あんたのな、車の中にな、金がいっぱい起こってるとよ。な、お金っつはな、1円でもな、大事なんだよ、あんた。一つ起こりゃ、おことしゃね、本気で見つけるよ。10円だって5円だって。すごいってよ。あんたの来てみって友達が言うからよ。買い物行って。車の中に金がいっぱいあるって言うじゃねえか、小銭が。そんな無駄にするじゃねえよ、金を。こういう金あかんだもんとか、こういうもんとか。なんでこういうことしかできないの、あんたは。何も、きちんと。本当だよ、このクズよ。女の格好してやがってよ。女の格好してやがってよ。自分の言葉に本当だよって。そうじゃねえよ。女の格好なんかしてよ。こんなバカみてえなコスプレで買いやがってよ。普段着られる服買え。なあ。カツラも5つも持ってやがってよ。出てってくれ、早くもういいから。私はもうあんたもいらないからもう。私は今もいらないよ。悪いけど。あ、特命のこと4ポイント。私は今もいらないよ、あんたは。もう悪いけど。働かねえで。
トイタマさん大阪かな。トイタマさん大阪かな。アタムラだっけ。どうも。帰ってきねえとほっとするよ。あんたが来てないんだけど。トリタマさん、おっさっかなぁ。おめえ、もっと金の大切さしたほうがいいよ。車の中に散らかってるっつうからな。あれ集めりゃ1万ぐらいあるんじゃねえってみっちゃん言ったからな。そんなことすんじゃねえよ、このバカ。誰が、クソ誰が落弁しやがってよ。デブになるからなんだってな。ダイエットも買って3箱もな、みんな無駄にして。金すりゃ1万以上なんだ。そんな金ねえなんだよ、普通。親の金別買ってやがって、このクズ野郎が。動画が終わったタイミングとほぼ同じで、吉江さんがあっちの部屋行ったんだけど。こんなことあります。マジで狙ってないけど。あ、鳥玉さんだっす。あ、鳥玉さん、レンチャーだっす。あといのさ、レッチャー、あ、レッチャー、お魚、レッチャー、あーざっす。いやどうするか、マジで。どうするか、おい、ちょっと、どうすんだよ。どうすんだよ、おい。なんかこれ食った方がいいか、これ。なんかお腹は空いてないんだけど、いや、お腹空いたんだけど、食欲はそこまでない。でも、なんか食べないと気持ち悪くなりそう。サラダ買ってくるか、コンビニ行って。サラダ買ってくるか。赤から、赤からでもさ、本当に太んない？なんかさ、赤から俺なんとなく太んないなって思ったんだけど、食ったその次の日別に痩せてないんだよね。赤からって本当に痩せんの？あれ、ご飯とかうどんとかなんか入れちゃうからなのかな。でもこれ、この前ご飯入れなかったけど、締めのやつ結構痩せなかったぞ。なんか量食べたからかな。結構トッピングとかで結構量食べたからかな。赤から行こうかな、じゃあ。赤から。スーパーはあるよ、近くに。赤から太る。だよね。なんか俺、赤から食って締め食わなくても次の日体重計乗ったら別に痩せてなかったんだよね。甘いし油だらけ、マジ。確かに若干甘い作りだよな。赤からちょっとダイエットとかで検索してみればな。あとぐらいで4ポイントなんか赤からいって全然なんか痩せてなかったんだよ。赤から4ポイント、あたくらんで4ポイント。あ、赤からのカロリーや糖質、目には太り痩せるっていうのがある。公式サイトで正確な数値が公表されたいためあくまでも目安の一つですが、名物メニューである赤から鍋は1人前で700キロカロリーくらいあると言われています。一般的な成人男性の摂取カロリーが1食あたり600から700カロリーですから、ギリギリセーフかアウトか、女性ならややカロリーオーバーを確保した方がいいかもしれません。だって、ってことは別にダイエット向きじゃないってことじゃない。普通の食事と変わんないってことだ。なんか別にそんな痩せるもんでもないっぽいな。
ダメじゃん、赤から。ダメじゃん。そば、セブンイレブンのそばが400カロリーぐらいじゃない。まあでもあれあんま量ないからね。赤からの方が量あるからね。どうしたらいいんだ。どうしたらいいんや。いきなりステーキ遠いんや。いきなりステーキ遠いんや。近くのいきなりステーキが2店舗閉店して、一番近いところでも30キロ以上あるんや。いきなりステーキ30キロあるんや。しゃぶしゃぶは食べ放題にするから、めっちゃ食べちゃうんや。あ、23キロのとこあるかも。カプサイシンがダイエットいいって言うけど、最近取りすぎると健康に良くない。マジか。あ、2ポイントアダス。え、あ、本庄、いや、やってないんだ、閉店ってある。やってない。深谷本庄熊谷が閉店したから、多分一番近いところ大高伊勢崎ぐらいなんですよ。あのやってる、いきなりステーキ。お母さんハゼアダス。だ、遠いんだよ結構。30何キロとかだから、まあ行けなくないんだけど、なんかめんどくさい行くの。ブロンコビリーとか遠いよ。あ、匿名の方6ポイントどうしよう。ガスト行って、ガストのサラダとあのチキンのステーキだけ食うってのはありだけどね。ガスト行ってサラダとチキン食うのはどう。あのチキンステーキみたいなやつは、じゃあなんていうの、あのほらチキンのなんかステーキみたいなやつ、わかるあれ。チーズハンバーグなんか絶対太るじゃん、あんなの。あと9名の方25ポイントよ。とやろうがよ、クソったれが。ムカつくんだよ、てめえみたいなと言われて。あー、どこなんだ、ゴー、ジャッパーチャー。これ、これ、どこなんだ、2ポイントこれ、俺言うからさ。どこなんだ、10ポイントヒロカヒロさんに俺言わない。どこなんだ、4ポイント悪いだろ、ヒロカヒロさん。何ですか、それ。ヒロカヒロさんにさ、あれ、あれなんだよ、俺言わなくちゃ、私に、名前送ってくれたんだから、うん、いるかい、見てねえかまだ。これ名前書いて、あの名前とか住所書いてあるからね、これどう見ても。でも名前は俺知ってるから、前から言ってるから。それもね、配信今してるから、生放送だから。だからコーカード5000送ってくれた人だよ、ね。だからこう住所と名前載ってんじゃん。だから住所言わないよ。だからここに載ってるって言ってんの。だから載ってるから、これを見せればいいんじゃないの、この絵を。電気ポットをいただいたから。言わないと悪いでしょ。あ、白岡さん15個ハートを出す。白岡さん出たん。うん。あ？うん。白岡さんありがとうございます。それだから見せちゃダメだよ、これは。うん。だけどほら、これ。だからこれ剥がせばいいじゃん、だったら。あ、そっか。前、交通カードを送ってくれた人だよ。名前を知ってんだよ。名字は。あとぐらいで4ポイント。
あ、広岡さん、いつもありがとうございます。うん、こんないい。タブラが10ポイント。こんな、あれ、こんないいポイント送っていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。これ何？これ、吉江さんが買ったんかと思ったわ。そうじゃねえ。だって、関吉江さん、慎吾さんって書いてあるで。これ何これ？電気ポットで。電気ポット？うん。あの、ああ、あのあれか。保温しないで飲むだけ沸かすってやつ。あ、白岡さんから。あら、白岡さん。あら、すいません。これね、飲むときだけ沸かす。ケトルって書いてあるのよ。これ。飲むとき、これ、うん。沸かす。ほんでね、沸騰するとこう電気がつくの。なんすか、これ。だから、ケトルだよ。ケトルってわかんない。あの、電気ポットみたいなもんか。そうそうそう。なんだこれ。だから、あれでしょう。白岡弘さんってあったから、ああ、いつものあの方だなって、私すぐ分かった。でも、お湯が沸くってこと？あけーさじゃっぱいつー！そう、ありがとうございます。あの、お湯が沸くんだよ。ほんで、沸くと、もうね、こう電気がつくから、あの、保温すると電気量かかるから、そういう。これは、何に使うの？コーヒー飲むときとか。そうだよ、コーヒーの、ここはコーヒーの絵が。お茶とかっすか。そうだよ、ほら、絵があるよ。カップラーメンとかも。カップラーメンを作れるよ。あと裏だジェジェがパイツー！あっという間に湧く。ありがとうございます、本当に。これ見たことない、知らないこれ。だから。電気ポットとかのね、あれなの分かる。あー、と裏4パイツー、と裏10パイツー！これあれじゃないの？最近のやつなんじゃないの？なるほど。うん。ねえ。なんか送られてきたみたい。あ !10 パイツー、計30パイツー！前もコーツカード送ってくれたんだよ、5000円の。うん、だから名前覚えてない。あけーさんやっぱいっつー、ありがとうございます。ちょこれ、うん、こじきじゃん。何が？えっ、アラビラ海底さんやっすか。あー、ケンボジ君いつもありがとうございます。あけーさんやっぱいっつー。めっちゃこじきやんじゃん、これ。おめえナイスやってるん？ナイスやってない。こじきやー。なんかこじきな、こじきやん。よしえさんにでしょ、これ。違う。え、関吉江様、慎吾様って。あ、どうも、あれやっすよ、これ。なんかほら、見て、ほら、ここ、これ見て。字見て。あとぐらだ、1ポイント。関吉江様、慎吾様って。あけいちゃんさんに、ケビリコ、あいちごさんに、1ポイント。俺言えよ、なるほど。あれやっすよ。あさっす。俺言えっつんだよ。あとぐらだ、20ポイント。ゆうさんに、1ポイント。とぐらだ、6ポイント。くせえ。あとぐらだ、20ポイント。マジか。あ、ありがとうございます。そうだよ、信号さんって書いてあるよ。信号さんってちゃんと。だから何ポイント？6ポイント。いちごさん4ポイント。前だってそうに書いてくれたんだべ。だから15ポイント。あの、コーツカードをもらうときね、あの、名前書いてくれたよ、信号の名前も。でも信号さんに渡さないでくださいって。すぐれるパイツー。あるさんに使っちゃうからって書いてあった。あるさん。トグラダ10パイツー。ABC デーに使われるからね。トグラダ5パイツー。よってやろう。ABC デーに使われるから。自分でやる。まあよくわかんないですけど。HIJKR、あれだよ、LMN だよ、OPQR だよ、バカ野郎が。くそったりがよ。何言ってんじゃねえよ、バカ野郎。しつこいな、あなたも。しつこいよ。あなたもしつこいな。しつこいって返せよ、ね、50万。返せよ、俺の金を。返せよ。ほんで、自動車にばらまいたんだってやねえか。金が細かいんが。みっちゃんが気に入ったけど。関さん来てみっつか、どうしたんつった。来てみて、おい、足悪いからそばまで行かなかったよ、車。とそばまで行って、ふっくるけっちゃ困るから。たらすごいお金がみんなあれだよ、ばらまいてあるよ。普通1円でもなきゃ、あの、まくって私探すけどね、普通そうだよね。あんたおかしいんじゃねえ、頭が。あんたおかしいんじゃねえ。ね。私はね、三浦春馬さんの不安だったんだよ。おい、亡くなっちゃったよな、かわいそうに。いい俳優、私ね、若い人でね、名前覚えてるっていうのは、この人は売れるなって思うから覚えてる。
ね。あ、白岡さんから。あ、白岡さん、あらあら、よしえ先生だって、ありがとうございます。お前が、お前が、お前が、アラブの石油をウィンドゥズ・ビル・ゲッツ、ソートバック、ソーマ選手、ありがとうございます。すいませんね、ケトルをいただいた他に、花火までいただいて申し訳ございません。広岡博さん、ありがとうございます。どうやって、なんでよ、首なんかして。もっときちんと言えよ、俺よ、このでかい腹が。こんなんで女の格好してよ、腹に毛が生えてるんやった。おかしいんじゃねえ、デブが。あんた仕切り取った方がいいよ、ふんどしして。相撲取りになって。ね。お相撲さん。お相撲さんになった方がいいよ、あんたは。お相撲さん。お相撲さんになった方がいいよ。お相撲さん。そうだよ。お相撲さん。お相撲さんが合ってるよ、あんたは。悪いけど。お相撲さん。目がおかしいんだわ。お相撲さん。まったく。まあ。だくなあ、でもかわいそうなあ、あの人何悩んだんだかな、かわいそうだな。うちのね、こんなずずしいガキはそんな気になんねえから、みんなの配信やって大あくびだよ。こういうずずしいやつはそんな気持ちはねえから、このバカタレだから。お相撲さん、お前なんだよ、お相撲さんは。バカ野郎。 あともう一回、あ、そうそうそう、よっさんか。よっさんはこの間悪かったね。私寝ててね。寝ててね。知らない間に帰っちゃってね。挨拶もしないで悪かったわね。だから10ポイント。ありがとうございます。10ポイントはな、秘密のプレンセンターさん。よっさん帰っちゃって。ああ、今朝は東さん。ああ、いつも。ああ、そうですよね。かわいそうですよね。今朝はさんね。三浦春馬さんね。ほんと、あんないいね、俳優さんがね、結構出てましたよ、あの人。ね、私、それをずっと見てました、今日、テレビ。その後、長取るとね、秩父が出たんで、また見てました。眠くなってくる。ほんと、かわいそうだよ。これからの人だよ、30歳だよ、あんた。で、長売れててよ、あの人。横浜流星とか、ね、ポイント中村智也なんで、美食探偵の、ああいう人人気出ると思うんだよね、私。小池栄子と出てて、わかるんだよね、若くてもこの人は売れるなっつうんだ、私は。なるほど、ええ、そうなんです。かわいそうなことしたよね、本当に。よし、また若いのに。ヨシって誰？あ、ヨシって言うんか、あの人、春馬さん。ああ、かわいそうだよね。なんか、あれ、衣装があったって言ったもんね。衣装があったんだって、しんご。なんか悩んだんじゃない？自宅であれだって、これしちゃったんだって、これ。これからの俳優が、これ。か言ってよ、テレビで、自宅で。かわいそうね。その時にね、友達がね、なんか友達、あれ、ひろか、これでいいかって、ごっちょって、ありがとうございます、ひろかさん。お前が、お前が、お前が、ありがとうございます。今日、井戸田、ビリッツ、ソートワーク、スター、来たー。ひろかさん、ありがとう。ああ、だっす。いやそうだよね。あ、クラちゃんいつもありがとうね。延長してだって、クラちゃんが。しんご、クラちゃんが延長してっつってる。延長か。ちょっとな、なんか飯食ってきたいなと思ってんだけどな。うちの飯食えばいいじゃね。じゃあ自分の部屋片付けるよな。いや、うちの飯は美味しくないだけじゃなく太るから、やっぱりある程度美味しくて痩せるものを食べたいんですよ。そんなものはないよ、痩せてあれは。いや、なくはないと思うんだよ、ね、ないよ、そういうものは。なくはないよ、絶対。じゃあどういうもの食べる？わかんない。そうだよね、三浦春馬さん死んだのに、一方寸後は。そうだよね、こっちがさっきあれなんだよね、代わりになればいいのに、これ、こういうずずしいのはいつまでも生きてるからね、本当に。親困らしてね。
そうですよ。ああいうこと言うんじゃないよ。人の死をね、人の死を利用して人を下げるようなこと言うんじゃないよ。あんたみたいなクズじゃねえもん、向こう。そういうのあんま好きじゃないですよ。あんたはクズっていうことを言うじゃん。人の死を利用してまで人を下げるっていう行為が好きじゃない、俺は。あ、そうかい。贅沢言うなよって、ケンモジ君。本当だよね、ケンモジ君。贅沢だよね。ほんで、太ったっつって体重計に乗ってさ、おかしいんじゃないの？人の逆か。人のね、人を下げるために人の死を利用するっていうのは良くないよ、あなた。だ、私はあの人の不安だったから、何とも言えない気持ちよ、今。悪いけど、あんないい青年がさ。ね、私そう思うし、そうでしょ？言いようがないでしょ。これからの人だよ。実力もあったしね。気の毒だよ、私。そうでしょ。だから俺ずっと見てたよ。昨日も出てたね。よく1チャンネルに出てたね。外国行ったりね。うん。あ、千葉さん、いつもありがとう。筋トレしたら痩せますよって。そうですよね。筋トレやるよ、あんた。あの腹見て嫌だ、うん。すごい。あんた妊娠してるんかい。あ？なんか、それでダイエットしてる。すごいデブ。私の腹より太ってんだよ。お前のが太ってる。私、こんなん出てないよ、悪いけど。お前のが太ってるわ。私、痩せたよ。悪いけど。あんた、すごいデブよ。田村の20ポイント。ありがとうございます。プレセンターって言うんですか、わかんない。タグラの1ポイント。あ、1ポイントありがとうございます。ほら、吉江さん痩せましたよねって書いてあるじゃん。だって痩せてよ、私。お腹こんなに出てないよ。あ、タグラの25ポイント。あのね、慎吾がね、私にね、慎吾がね、私にね、苦労かけるからね、もう神経でおかしくなっちゃうんですよ、本当に。ちょっと今日も警察からね、あのこうはがき来たからね、何かなと思ったら、そんな無駄ことばっかりやってんだよね、あんた。ああ、プリンセスキャンディーさんが、慎吾さん何頑張ってだって。あ、ありがとうございます。お前が、お前が、お前が、あるんだ、お席を、ビルゲイツ、ソンバサヨシ。ありがとうございます、プリンセスさん。ありがとうございます。かわいいね、プリンセスさんね。うん。アイテムがいっぱいいって、ケモジ君が。ありがとうございます。わーい。そうです。今朝は東さん、苦労で痩せます。気苦労ですよね。やっぱり、気苦労すると痩せるよ、慎吾。本当に。もっとあんたがちょっとね、おかしいよね。本当に。でも会社終わるな、これ。どうしよう。なんか食ってこようかな。いいんじゃないの、うちにあるもん食えば。痩せてるものを食いたいんだ。うどんがあるんじゃないの、冷やしうどん。冷蔵庫に。いや、ちょっとなんか食ってくるよ。あとはうなぎのかば焼きあるんじゃないの、昨日あそこで買ってきたじゃんか。だから痩せるもんって言ってんだろうが。痩せるもんはどういうもんだい、わかんねえよ。私みたいに食わなきゃいいんだよ。ポテト串食ったりね。あとあれしてるじゃない、あのちくわの磯辺揚げ、あれをさ、あれ食ってんの。あなたちくわの磯辺揚げうまいよ。おっちゃん終わるか。自分で掃除しろよな、これな、散らかしたの。ちょっと飯食ってくるよ。痩せるよ。俺、掃除してやんないかんね、悪いけど。いいよね。よろしければ、ふわっちゃアカウント、ツイッターアカウント、ふわっちフォロー、通知お願いします。なんか、痩せるもの食ってくる。痩せるものがないよ。ねえ、キュウリを食えだよね。そうだよね、ケンモジ君ね。キュウリでも食ってね。うん、お疲れ様でした。延長だって、まさしさんが。